太郎君、はい、今日何すんの？さすがにこれで何すんのおかしいじゃないですか。さっき散々練習しといて。さすがにね、久しぶりだからね、はいはい、本田選手、うん、YouTube チャンネル上げやってるじゃないですか、うん、で、潜水チャレンジなるものやってまして、うん、60メートル行ってたわけなんですよ。まあ、那須さんも現役 J リーガー、うん、YouTube もやってるというところで、うん、まあ、若い子たちに夢を与えるためにも、うん、那須さんもチャレンジしてみましょう。だから 60m 目指しましょう。潜水 60m。 60m 結構よ。見てください、こんなプール貸し切りで撮影なんてなかなかできないですよ。いや、なかなかできないです、はい、本当ありがたいです。なんで 60m なんで、25m プールなんで、戻ってきて、はい、あの赤いラインぐらいじゃないですか。なんで、じゃあやっていきましょう。 OK、 やってみます。じゃあ那須さん、これから一発目っていうところなんで、アイスとか特に出さないんで、自分が呼吸を整って精神統一できたと思ったら始めてください。那須さん、今まあアップだよね。よしって言葉聞こえましたけど。おー、すごい、25m。 出てきた、出てきた。すごいっすね、でも30、多分ざっくり25の半分いってるんで30m ぐらい。
当日本代表ですよ。その人が今から潜水を教えてくれるらしいです。ありがたいです。絶対記録出さなきゃダメになっちゃいましたよね、ちょっとやばいよね、はい、書き方とか、はい、蹴って伸びるところの姿勢を見てもらえたらと思います。ないっすよこんな機会とんでもないっすよ。とんでもないよマジこれ1回目で 50m 行きましたよ。まだ息が上がってたからダメです。そうっすね。いやすごい、1回の伸びがなんか全然違いますよね。緊張してる。気をつけていいですか。気をつけしてこうしてこれぐらいです。あ、これでやっとる。まだちょっと肩が硬いので、はい、あれですけど、できるだけこうしとかないと出したらいいんですけど、それでもちょっと肩がまだ硬いので手が下がってます。こんな感じなんですか。そこから、はい、もう本当はこういう形ですね。こういう形でここまで、ここまでやってもらったからには 50m 絶対行かないと。OK。 もう一回。そうですね、はい、じっくり見て、学んで、イメージつけてください。緊張するのやめてくださいね。那須さん緊張したら本当に、いや、大丈夫、緊張に強いタイプだってに、サッカーやってたから J リーガー18年やってますからね。そろそろ撮影時間も迫ってきてるんで、これが最後の挑戦になるんですけど、これほどないアドバイスを受けての挑戦なんで、50いきましょう。で、可能なら66。25m。 頑張れ、あと半分。頑張れ。最後完全根性でしたね。いやどうにか変に最後に途中意識してしまって、どうにか。この 25m プールでの 50m っていうところは、まあ、価値がある記録だったと思うんで、はい、僕らの感覚だったら 100m やってるね、うん、こいつがやったら 100m を潜ってやれてますよ。あ、今の頑張りができたんです。あ、要するに 100m はいけていたエネルギーを使ってたってことですか。やってますよ、それぐらいちゃんと我慢してますよね。逆にちゃんとしっかり習えば、まあ、いけます。 66m 以上が楽しみじゃないか。多い。あ、そうなんですね。那須、これちょっとリベンジありかもしれないですね。リベンジありかもしれないです。確かに。ちょっともうちょっとだけね、滝の練習とキックの練習だけしたら、ドルフィンの方がいいんですね。
ドルフィンがいいかもしれないですね。はい、あの途中ドルフィンがちょっと分かんなくなったんですけど、こっちの方がやっぱり進みます。潜水なんて別に形は問わないから、そうですね、途中で泳ぎ切り替えてもいいと思います。足首柔らかくしないとドルフィンはなかなか進む。ああ、そうですね。確かにそこはね、ちょっとサッカー選手にどうしていいかを考えました。ドルフィン、ちょっとやつなんですけど、すいません、ありがとうございました。さすがです。いや、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さすがプロ。よかった、50駅で。